アンチョビ入りのサンバルサンバルは、インドネシア料理やマレー料理に用いられる辛味、調味料。サンバルソースとも言う、チリソースの一種。辛いものから甘いものまで様々な味があり、市販品には、シーフード味など多岐にわたる。油で炒めて作るサンバルコレンが広く、一般的であるが、生で調理するサンバルまたもある。南インド料理サンバールとは、関係がない。しかし、 日本語では L と R を区別できないので混同されやすい。チャベバワンメラバワンプティなどを主体に、塩、胡椒、トラシやトマトなど石薄で引きペースト状にして、サラダ油で炒める。仕上げに酢やライムなどで香りをつける。包丁で材料を刻み、手でよく揉み込んで、生で食べることもある。地域や家庭によりそれぞれで、材料、調理法ともに異なりこれといった決まりはない。 市販の瓶詰めサンバル調味料やソースというより、日本の漬物やふりかけもしくは薬味に近い存在であるが、その用途は広くいろいろな料理に合う。インドネシアの食卓にはなくてはならない存在である。ナシゴレン、ミーゴレンなどを含む炒め物やスープなどの調味料としてよく使われる。調味料だけとしてでなく、鶏肉の炒め物である、アヤムゴーレンや、 焼き魚のイカンバカールなどの付け合わせで食すことも多い。ありがとうございます。